はい、始まりました。コアです。違った。バグの、バグの多すぎるぞ。コアのゲントの逆。神尾の逆。神尾の逆。いや、やばい。いや、コアです、坂田ですやろ。そうだ。はい、ちょっともう、一応もう一回。あ、はい、コアです。坂田です。これは日々の気になることを雑談的に話していくラジオです。ポッドキャストでも配信しております。うわぁ、ちょっと、スタートびっくりしましたよ。違う。逆コーナーゲントから逆コーナーゲントそのちょっと空いたじゃないですか、そのワンテンポというか、古賀さんが言うタイミングだと思ったけど、うん、あれと思って、ね、ちょっと時間が空いたと思って、この間を埋めるワードって古賀ですだからああそういうことね。緊急的に代打やってくれたってポジション変わってくれたってこれでもだとしたら坂田ですいやそうだね、そうなのよすいません、僕のちょっとしたタイミングずれからちょっと生じてしまいましたが、はい、バグのねバグのねあれバグの会って言って、あ、バグの会言ってないけど、その話 したよね、どっかで多分。あの水のやつですか。うん、しましたしました。そうだよねバグのは何回か出てきたそうだねはい、いや、なんで何にやります。今回のテーマ、はい、比喩の王様。ほう、なんかキャッチーな、はい、パッと見それだけ聞くだけだとキャッチーですよね、うん、あとでもどういう話かちょっと説明を、はい、あの例えその人の例えばですよ、得て増えてとか、うん、得意なんかそういうのを言うときに、まあ、例えば、うん、まあ、足が速いとか勉強ができるとかそういうのってあるじゃんみたいな、その人のタイプを表すのに、うん、何かにつけ足が速いとかって出るじゃないですか。得意な、その得意なことを表すのに、あとあれかな、あのあれか、得意なことだし、はい、なんかよ、自分、私これができて、はい、これができなくてみたいな時のフォローとかでも使うよね。それって足が速いとかと一緒じゃんみたいな、できる人もいればできない人もいるじゃんとか、で出てくる足が速い、はい、一能力でしかないよっていう、はい、の例えの一個で、それもだって例えば、例えばクッキーが作るのが上手だとかでもいいわけですよ、うん、でも大体そういう時は足が速いってよく出てきません？出てくるね。足が速い、絵がうまいとか、ああいうのを集めようってそうだね。この例えの時は代表格こいつが出てくるよねっていうのを探す。はい、あのなんか俺さ、はい、しかもこれこの王様の例え、はい、どっかでやったんだよ実際。え、坂田のこのラジオの中で、はい、何の回かな、なんかの回で、こういうのって古賀さんめっちゃ得意ですよねみたいな話した時、いやでもそれ多分坂田が絵が上手いとかと一緒よみたいなことを多分どっかで俺言ってて、それできる男とかです、できない男とかですか、分かんない、なのかちょっとその回まで覚え出さないけど、うん、まあ要は確かに俺も使っちゃってるっていう、うん、誰しも使ってます、誰しもがその王様を使っちゃってる、誰しもが、どんな時のどっちから決めていく、その例え、こういう時の例えって何かあるから決めてく、そのシチュエーションからってことですか。あ、そうそう、その得意不得意の例えで足が速い、絵がうまいを使うように、うん、みたいな、そう、シチュエーションから決める、シチュエーションとか、まあそうね、問題側が側から、なんだろう、大きいものとか、大き、あ、いいですね、あ、小さいものはあるわ、あ、小さいものありでしょ確かに小さいもの、ありとゾウだ、ありとゾウだよね、ありとゾウ比喩の方だ、ありとゾウはあるよな、とか、まあ、ミジンコ、あ、ミジンコ出ますね、ミジンコ出るよね、確かに出る、あ、小さくて弱いものとかね、ダニって言わんもんな、言わないです言ってもいいのに、言ってもいいのに、全然ミドリムシとかじゃないそうなん、確かにアリだ、アリはあるよね、ありますね、あとこの強いものってなんか言う、ライオン、ライオンザ、動物多いのか、動物多いですね、確かに、なんかその弱肉強食みたいなやつだったらライオン、そうな、賢い人は、賢い、河野玄斗ですかいや、それは逆坂田です逆坂田賢い、なんかアインシュタインとか、あ、ニュートンとか、賢い、そうですね、ガリレオ、その辺なのかな、ちょっとずれるけどさ、その賢いでさ、はい、その何々、これって何々の人といえばとか、はい、何々といえば
ていうのと結構近い話じゃない、はい、そうですね。で用意その例えばみんなで回答合わせましょう的なゲームがあったとして、はいはいはい、なんか全員が賢いで思い浮かべる人を代表格、それ なんていう賢い人、うん、歴史上の天才といえばみたいな、史上わなんか逆に今出た瞬間になんか1個じゃなくなってきた。ああそうな。でもなんか科学者のイメージですなんか、そうね、ダ・ヴィンチとかレオナルド・ダ・ヴィンチとかもだし、なんかそうやな、確かに ラマヌジャンとか、あちょっとあいつ数学偏りついてるやつやろ。なんか急に主義振ってくるやつやろ、はい、怖いやつやろ、なんか教科書のあの、うん、どうでもいい小と小の代わり目に載ってたなんか雑学みたいなさ、はい、急にこの定理を導き出したと言われてるみたいな、はい、でもな同質の結果わからないし、これが今のところ合ってるんだけどまだ誰も証明できてないみたいな、あの変なやつやろ、はい、あんなにすごいのに全然魅力的じゃなかったけどなんかみんな知ってもねそう、まあ、パッと俺でもよく今パッと出てきたなと思うけど偏りがすごいやつ、でもやっぱ科学者とかが多いかもしれない、ね、そうね、研究者科学者が多いか、はい、音楽家は最高のミュージシャンといえばですか、何でも音楽家といえば、音楽家といえばベートーベンみたいな、あそうな、ベートーベンかモーツァルトとかクラシックそっちか、そうだ なんか音楽家って言葉のイメージがなんかちょっとそうね、少し今っぽくないというか、はい、アーティストとかだったら、あでも絵だったらもう絶対ピカソじゃないですか、そうか、あでも絵でもダ・ヴィンチ入ってくるよね、入っていきますね、ダ・ヴィンチすごくない、すごいっすねレオナルド・ダ・ヴィンチカバー範囲えぐいな、まあそういうなんかあれか、だからまあ比喩でもあの人らは比喩じゃないもんな、そうですね、代名詞って代名詞やもんな、代表格、代表格、早いもの、早いもの、早いことの比喩、スーパーカーそうかな、スーパーカー、スポーツカー、でも意外とこれむずいな、言うといてむずいね、幸せの時、うん、なんて言います、あ何をした時が幸せってこ とあでもいいですし、でもやっぱ多いのはご飯とかお風呂なんじゃないの、あ子供生まれた時とかど幸せって感じだよね、ちょっとそのあれが流度が違うけど、幸せのイメージって何になるんですかね幸せのイメージ、花、天使、あ、そうとかそっち系、あ、なんかさこれさっき の、はい、あの要は足早い的なあれだと思うけど、はい、なんか優しいこと女神みたいな言わない、あ、言います、菩薩、あとあ、そうそう、菩薩、女神、菩薩ありますね、それ結構あるよな、足早い的な、やばい時お鬼とかです、怖いとか、あーそうね、大変とか、あちょっとこれ話変わるんですけど、うん、陽キャ陰キャって言うようになったじゃないですか20年代ぐらいから、そうかな、2000、うん、僕なんかで今もうすごい浸透してるじゃないですか、うん、2000、まあ、もっと前からあったくない、僕19年は多分まだウェイって言ってたと思います、19年、15年ぐらい、15年ぐらい、そうかな、2015年ぐらいは言葉としてはあったけど、まあ流行りレベルってことなのかな、だんだんそれとウェイって言葉と入れ替わりとして陰キャっていうのが出てきたイメージあるんですよ、ね、あ陽キャ陰キャ、陽キャ陰、うん、なるほど、まあ、ほぼ同じぐらいかもしれないです、うん、2015年、うん、10年代半ばで、はい、今に陰キャ陽キャってよく使われてるじゃないですか、うん、ずっと思ってるんですけど陰と陽って思ってておそのあるじゃないですか中国の陰陽図みたいな、うん、で、まあ、キャラはまあそういうキャラみたいなんで、うん、僕がもし2078年の子供やったとして、うん、なんかかつての映像みたいなで、うん、いやめっちゃ陰キャじゃん、陰とか陽とか言ってる子供たちみたいな古って古って確か陰とか陽自体がもうすでに古い言葉っぽいのに、はいはい、確かにな、やっぱこういうの普通に使うんや昔の人ってみたいな、あでもあれじゃん陰性陽性とか言うじゃん、そうですね、
なんかでもそれはちょっと分かりません、うん、そのポジティブネガ、そうね、ポジネガ、あの役みたいなんで、うん、感情とかという意味じゃない、その、はい、陽性反応、陰性反応っていう意味だよね、はい、なんかその古来からある言葉をしっかり使ってるんやこの人たちみたいな。そうだな、昔感一気に増しそうだなと思って。そうね、それはありそう。あと比喩、なんかなんかあの、あ、家でゲームばっかりするとかってさ、なんか結構近いしいよね。そうですね、どうせゲームやってんだろ。外で遊ばないのを反対、外で遊ぶことの反対って家でゲームじゃない。それだ。確かに家でゲームいいですね。家でゲームって言うよね。あとなんかあるかな。金持ち医者とか社長、社長とお金いっぱいある人の比喩で何かありますか。金持ち父さん。そんな言い方する。なんかめっちゃ究極の二択みたいなんで、うん、昔よくその金持ちだけどかっこ悪い、うん、あ、かっこいいけど貧乏、うん、ってよく言われてましたよね。今もあるのかもしれないけど、はいはい、まあ、どっち取るか的な、いいみたいな、そのイケメンで性格優しくてブサイクの、まあ、パターン違いみたいなこと、はいはい、ああ確かにな。あと何、なんかあの派生してもいいよね、ちょっと。ああそうですね、ちょっと派生ありでいきましょう。派生ありでいくと、あれさっき何の話だっけ、陰でしょ、陰キャ陽キャ、陰キャ陽キャ、なんかすごいこのさ変わる言葉とさ、はい、普遍の言葉ってあるじゃない、はい、で多分なんだろうな、すごい昔のさ、はい、あのめっちゃ昔になっていたら要は古文とかになってくるから、はい、あのまあ分からないわけじゃん、その、はいはい、ある程度分かるかもしれないけど、はい、今とやっぱさいろいろ言い方が違うわけじゃない、はい、でってことはこう変化してってるから、はい、多分さ自分たちがもう老人になって死ぬ時と、はい、多分ちっちゃい時に喋ってた感じってまあちょっとは違うわけだよね、はい、それってさなんかどういうのがその何なりそう、そうなんですよ、今使っていく意味変わってきそうなとか死後になっていくとか、死後になっていく、確かにちょっと考えたら思うんですよ、なんかあんのかな、死後に怒号とかパワハラとかの時に怒号が飛んでたみたいな、そういうこと。怒号が飛んでたってあんまり最近言わなくて、まあ言わんな、怒号確かに意味変わってそうな言葉とか、使わなくなりそうとか、運転使うか、運転使いそうだな。まあでもあれなのかな、ちょっとそのネット用語とか、はい、エンタメ用語はやっぱどうしても移り変わり激しそうだよね。ここ5年とかでも変わりそうだもんな、はい、あのでもこう長くなってきたなっていうのも俺ちょっと思ってて、そういう移り変わりのスパンが、はい、あのなんだろう、多分ちょっと想像で言うけどさ、はい、あの なんかこうその瞬間流行ったサービスとか、はい、まあ、トレンドの、はいはい、なんだろう、ものでもなんでもいいけどさ、なんか割と 2,3 年で終わってた気がすんのよ、はい、自分たちが小学校とか中学校ぐらいの時って、はい、例えば俺やってなかったけど、はい、俺らちょっと世代じゃないのかな、俺ら上かな、例えばミクシーとかさ、はいはい、なんかあれ系のやつとか、まあこれはそもそもの、そのちょっと市場規模が発展しなかったとかもあるかもしれないけど、なんかそういう一世代のものってあったと思うけど、例えば YouTube なんてもうここ15年ぐらいやってるわ
けじゃない、もう俺らが高校ぐらいから普通に中学校ぐらいからなんなら、なんなら小学校からそう小学校とか使ってる人がいたかは、そうそうそう、今よりは違うけどでも全然あったし、でなんかツイッターとかもそうですねあったし、 LINE とかだってそうですよね、 LINE もそう、だからこれって結構長いというか、息長いですね、息長いよね、確かに確かに、それよりてかそういうサービスってあったんですかね、それこそミクシーとかモバゲーとかそういうことか、その早かったスパンで言うと、そう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 、モバゲーとか、え、あのブログ系なんだっけ、アメブロ、アメブロとかも確かに、なんかそう、息長くなってます、長いよね、なんかもう完成に近づいてるんですかね、いやそうそうそう、だってそれって iPhone がもうここ10年ぐらいあんま変わってないのと一緒です、あの見た目というか、はい、ハードとしては、はい、マイナーチェンジしかしてない、そうそう、もうカメラのあれがよくなる、増えてて、レンズが増えるだけそう確かに確かに、どう、なんかちょっとそのそういうソフトウェア、まあ、ハードもそうなのかな、はい、なんかある程度ちょっと到達点にだんだん来ちゃってる感が、はい、あるかもしれないですね、なんかね、まだそれこそねあるんだろうけど、そうですね、根本的になんか変わる、そうそうそう、思ってあんまなさそうです、ガラケーとかさバリバリ変わってたでしょ多分、確かに90年代とかって、いやそうか、俺らが生まれたぐらいって、はい、多分まだあのアンテナがバシッってやってたやつ で多分俺らが小学校中学校ぐらいからあのもうどんどん薄型 で、ね、あのでもパカッて開くやつ、はい、薄くなったりカクカクしてたりとか、そうそうそう、あと逆にあのパカパカじゃないやつみたいな、あのスライドするやつとか、スライドするやつもあったし、ああの棒のやつ、あの au のなんかもう1個だろ、1個ってことそのパカカチャッと開かないじゃなくておしゃ au のおしゃれなやつみたいな、はいはいはい、そうねそう、だからあの辺ってだからもう 2,3 年もしたらなんかハードがガラッと変わってたし、そうです、ね、すごくあの機能の追加が激しかった気がするんだけど、はい、で何曲聴けるとかさ、はい、なんかやってたけどもうないっすね、正直俺らが大学生ぐらいの時のスマホからもう変わってなくないっていう、てかもう本当にソフトウェア側にそういうのって全部任されてるっていうそうそうそう、アプリの画面見てあ懐かしいはありますけど、あそうね、インスタの昔の UI とか、うんうん、そのレベルじゃん、はい、だからそう当時からインスタあったし、もしかなんか根本的に変える何か思いついたら一攫千金狙える、いやそうだね、めっちゃ話それちゃったけど、でも話戻すか、なんか、はい、発明電球じゃないですか、あエジソン、エジソンみたいな、あ天才エジソンかもな、天才エジソン、電球の発明、確か 発明は電気かも、そういうのもちょっとあり見せてきません、そのあこの例えばっていうか、例えば対象に、どう、あとかなんだなんだ、子供が遊ぶことといえばとか、鬼ごっこ、鬼ごっこだよね、お正月の、もうじゃあお正月っつったらもうなんかなんか違うな、なんかこの、うん、あれだね、例えの王様として、はい、あの確かに今言ってきたやつも例えの王様というか代表格ではあるけど、はい、なんかあのもうちょい食ったとか言いたい、そうですね、食ったこと言いたい、その得意不得意が足が速いとかみたいになるような、こういう時っていつもこれ言うよねみたいな、うん、例えとしてさ、はい、別に意識してないもんね、はい、その足が速いとかを例えてるつもりもないというか、はい、そう、まあ、野球例えとかちょっとやりますよね、あーえホームランとか三振とかってこと、ホームラン級のバカとか言ってるあーまあそうかも、三振とかでもいいですよ、追い詰められてるみたいな、2アウトみたいな、いやツーアウト結構あるかもな、ありますよね、うん、あともうミスできない時とか、あレッドカードとかイエローカード、あーそれもあるな、スポーツの審判系、スポーツルール系、
やば。ハードルは別に例えじゃないですもんね。あ、ハードルが高いとか乗り越えていくみたいな。そうね、そう、ハードル高くないとか、ハードル上げすぎてるけど大丈夫。うんうん、これ別に例えとかってわけじゃない。例えなのかな。でも厳密に言うと、あ、そうですね、例えですね。厳密に言うと例えだよね。厳密に例え。ハードルってね、飛んでる人全然いないのに使われてる率、言葉として。いや、ほんとよ。超えるものとして設定されてる、超えるものとして設定されすぎているハードル、ハードル、ハードル根差しすぎてて気づかなかったか。ああ、そうな、確かに。本当の陸上やってるハードルをとやってる人からしたらさ、いや本当のハードルってこれだからみたいな同じものが並んでるからみたいな上げすぎるとかじゃない、大事ないな。超えるもんだからね。そうですね、超えるって当たり前の、超えた上でスピードを競う話だから。高跳びの方で使ってますよね、なんか。うん、そうそうそう、あ、そうだ、高跳びですよね。そうだ、僕らの言ってるハードルってなんか、うん、超えられないハードルって棒高跳びとかそのあ、なんていうんだっけ、走り高跳びとか。棒高跳びですかね。棒高跳び、走り高跳び、そう、あの、はい、超える高さのことでハードルって言ってるけど、はい、本来横にいっぱい並んでるやつ、あれ速度の話だからな、ね、どっちかっていうと障害物的な位置づけやもんな、はい、そうですね。100メートルハードルと、あとなんか、なんかあの、はい、何でもそのうまくいく、はい、要はこれさえあれば何でもうまくいく的な例えでさ、はい、使われる言葉でさ、俺恥ずかしながらあんまり知らなかったんだけど、はい、まあ、ある程度大人ってかしたけどさ、銀の弾丸ってあるじゃん。知らない知らなかった。あ、やっぱ知らないよな。あ、よかった。じゃあ銀の弾丸って実弾が現金とかじゃなくて、違う、あ、なんか昔ながらの、な、もっと俺もっと言うと、はい、社会人入ってから知った、はい、そのビジネス的に使われてて、はい、銀の弾丸って、はい、でそれ何かっていうと、はい、要はそのもう要は何でも撃ち抜ける銃弾のことを多分昔から言ってたのかな。で転じて、はい、何でも解決できるソリューションとかソフトウェアとかシステム、はい、とかはなんて存在しないじゃないですかっていう時に、はい、銀の弾丸なんてないって言われるようにみたいなって言ってて、うん、それビジネス場面で、え、普通に出てくるんですか、実際に。そう、実際に出てきてて、半沢直樹の世界みたいな。で俺最初本当分かんなくて、はい、でなんかしかもちょっと例えが渋すぎて、はい、これって聞いたら恥ずかしいレベルだと思っちゃった、はい、そのもっと、はい、もっと IT っぽかったりとか、はい、もっとなんか業界っぽかったらさ、なんか、え、どういうことですかって言えるけど、はい、なんかことわざを、ことわざっぽいですね、もう強烈に俺知らないんだと思って、はい、会議終わってから、はい、銀の弾丸調べた、はい、したらもうそういうこと書いてあって、いや、例えすぎるやろっていうか、そのもういや、そのいや、その銀の弾丸、いや、その例え、もう今弾丸使わんから、例え先の方がもう分かりにくいというか、その今あるものとか、その分かりやすいものをするために例えるのに、うん、もう分かんないもので言ってるやんみたいな。銀の弾丸、銀の弾丸がないって魔法の杖がない的な、はい、マリオでスター取れたらみたいなあ、そう、まあでもまあ言うたらそういう話なんだけどっていうね。俺ちょっとあれ結構衝撃受けたんだよな。銀の弾丸って言うんだ、初めて知った。使うのかな、みんなも。そう、これちょっとね、何回出会いました、銀の弾丸に。いや、もう5回ぐらいめっちゃ使うやん、銀の弾丸。俺から銀の弾丸を発射したことないんだけど銀の弾丸が飛んでんのは見たことないマジで。そう、あの、うん、銀の弾丸でも結構ね、年配の人が言ってるイメージなんだよな、うん、あ、でも年配でもないのかな。おっさんだけで野球だとしたらおっさんって僕判定してますけど。あ、ゴルフとかもね。はい、あ、ゴルフ、俺結構銀の弾が嫌だから結構もう今浄化しちゃった銀の弾がおもろ25分になっちゃう、はい、あとなんかある、もうワンコぐらい、もうワンコなんか出したいな
銀の弾丸にかなうやつ出したいな。銀の弾丸話ちょっとそれてるけど、銀の弾丸にかなうやつだね。じゃあ金持ちとか、はい、逆に貧乏のなんか例えある？金持ち貧乏、まあ、さっき社長とか医者の話はあったけど、はい、奴隷？あー怖い結構銀の弾丸ぐらい煙がある今じゃなさすぎて奴隷じゃないんだからみたいな、奴隷になってるみたいな、あ言うよな、社会の奴隷、なんか会社の社畜とか、ちょっとでも金の奴隷になってるみたいな、あもう盲信的な、そう、ね、ちょっと意味違うけどな、ちょっとそうですね、そんなとこですか、はい、じゃあポッドキャストでも配信してます、はい、Google アップル、Amazon、Spotify お好きなプラットフォームで聞いてください、はい、たとえ教えてください、メール待ってます、ありがとうございます、ありがとうございます。